キングス&バーウィッチオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。葵です。彩香です。今日は能代市にある大道門に来ました。リンゴカルビが有名なんですよ。じゃあ早速行ってみましょう。行こう。美味しそう。来ました。メニューはこうなってます。私は冷麺セットを頼みました。私はリンゴカルビ焼きコースを頼みました。リンゴカルビには血圧を下げる効果やダイエットにも効果があるらしいですよ。いっぱい食べないばな。見てください、美味しそう。もう早速焼いて食べちゃいます。美味しそう。わあ、美味しそう。美味しそうですね、これ。早く食べたいな。焼けた。食べるよ。美味しそう。ちょっとつぶってそのまんま食べてみようかな。いただきます。うん、なんかリンゴ入ってるからかわかんないけど柔らかくて美味しい。食べます。あ、透明な麺です。さっぱり味、おいしい。リンゴカルビ食べて痩せちゃう。毎日食べたいかも。ガリガリになっちゃうよ。確かに。これ終わる頃にはもうガリガリ。楽しみだ。この冷麺に入ってる鶏肉すごいうまそうじゃない？これうまそう。うん、予想通り柔らかい。サラダ美味しい。シャキシャキでごまのタレだべ。うん、ごまのタレいいな。うん、美味しい。すごく味噌汁わかめと豆腐美味しい。なんか安心する味がする。焼肉屋さんの玉ねぎってめっちゃ美味しくない？うん、めっちゃうまい。あ、すごい好き。なんで焼肉屋の玉ねぎなの？焼肉屋で食べる玉ねぎ。あ、そういうこと？うん。よし、肉ご飯だ。やっぱ焼肉にはご飯だな。ご飯に合うよね。うん、美味しい。やっぱりリンゴカルビを食べてこの野菜も食べたら本当にガリガリになっちゃう気がする。もう痩せてきてるよあなた。ガリガリやん。うまい。ピーマンもうまい。なんて言った？ピーマン。あ、ピーマンうまい。焼肉屋で食べる野菜で何一番好き？ピーマン。ピーマンか、うん、ピーマンうまいね。うん、私かぼちゃも好き。かぼちゃコクで美味しくない？まあまあやっぱこれリンゴのおかげで肉柔らかいから。なのかね、柔らかくない。うん、これ柔らかい。焼肉ってうまいんだな。
初めて初めてかのようだネギ入ってるところみたい。ネギうまい。美味しそう。のぞむくんが作った冷麺かな。みかんはね、もみもみせば甘くなるんですよ。わー、もみ、寿司もみもみして1時間後だって。いや、本当に甘くなった。ごちそうさまでした。うまかったな。美味しかった。お腹いっぱい、うん、焼肉大道門の営業時間は11時から夜の9時までです。で、ランチタイムはこうなってます。リンゴカルビすごい美味しいので皆さん来てみてください。今日の動画は焼肉大道門に来てみたでした。チャンネル登録お願いします。またね。またね。あー、お腹すいた。もっと食べるぞ食べたい。元はね、レモンが入ってるんですよ、ゆきさんの、はい、このレモンもまた、いい味が。レモンはいつ食べる派ですか？レモンはちょっとお玉で絞りながら食べてどうでしょう。